はい、玉川習字教室の玉川雄吾です。はい、今日はですね、日本習字漢字部5月号よりですね、こちらひらがなのですね、自由課題をですね、書いて説明をしていきます。はい、今月の課題はですね、この手、相、日、はい、この課題になります。はい、この課題はですね、共通した運筆をする文字になりますね。はい、どういったところかというと、この膨らんでからのこの音筆、この音筆ですね。はい、その音筆のですね、共通した書き方の中でですね、ここのですね、はい、最終角からですね、終筆から折り返してこう膨らんで書いていくという書き方になるんですね。はい、で折り返した後ですね、力を抜かないようにですね、して書いていくというところとですね、はい、ここの部分だんだん太くなるんですよね、ここもですね。はい、そういったところをですね、意識して書いてください。で、日だけですね、ここからまた上へとですね、跳ね上げるような感じでですね、筆をしていくんですね。で、その際はですね、この最下部、一番下のところはですね、一度止めて方向を変えていきます。で、よくですね、子供さん、生徒さんたちにですね、この日をこの中心のところでですね、止めて、ちょっと広く書いてしまうんですけども、日はこの折り返すですね、ここからこのこれを中心だとすれば左がですね、ですから折り返すところ、ここをですね、中心の線のところに書き、この一番下膨らましたからのここの一番下のですね、ところ底辺はですね、中心よりも左に持ってくるというところを書き方、そこをですね、意識して書いてください。はい、そしてですね、私は常にですね、言うところなんですが、ひらがなのですね、次元をですね、意識して書いていただきたいというところなんですね。じゃあ手はどんな字がですね、発生してこのひらがなの手になっているかというとですね、天という字、天ですね、この天なんですね。こうで、この点が こういって、まあこうですね。そしてこの点がこう、こういうふうな崩し方になって、そしてこの手になってですね。はい。手はですね、こういったですね、崩し方でですね、手というひらがなになるっていうところです。ですので、ここの、まあ、行書はですね、この右払いはですね、止めますけども、手のこの止めるというところはですね、そういったところですね。では、ソはですね、どういった字がこのひらがなのソになっているかというとですね、これは地名の基礎のソですね。こう、この素なんですね。この素で、この素がこうで、こうこうですね。で、上の1画2画目が残り、で、あとが続けて、
こう書かれるんですね。そしてそれがトゥンテン、こういうふうに書くと。そして今のソになるんですね。私が子供の頃はですね、ここに書いてた時もあったんですね。でも今は続けて書いています。これがソのですね、こう次元、その次元、その次元なんですね。はい、では火ですね。火はどの字が崩れて今のひらがなの火になっているかというと、比べるという字の火ですね。はい、比べるという字の火、まあこれですね。で、これですね。はい、この日がですね、こういうつなぎになってるんですね。はい、それがですね続けていくんですよ。こう、まあ、ちょっとここは間違い、まあここですね、こうこういう感じでいくんですけども、はい、そこがですね今のこういう書き方になってひらがなの日になると言ったですねところなんですね。はい、それらのですね次元を意識してですね、このひらがなを書いていっていただきたいというふうに思いますので、ではですね早速説明をしながらですね書いていきたいというふうに思います。はい、まず手ですね。はい、一画目、横に長く右上がりで、はい、押さえて折り返していきます。ここでグッと、はい、手ですね。そしてソ、はい、右上がり抜いていく感じですね。はい、そこでこの子抜いていく感じ、はい、ここ手と一緒ですね。はい、ここで押さえて折り返していきます。で、グッと、はい、そう、次は火ですね。はい、右上がりで中心の線のところで押さえます。ここで丸みをつけて底辺、ここ中心線の左ですね。ここから右上に丸みをつけながらこういう動きですね。そしてこう、はい、このようにして書いていきます。はい、横画の方向の線の周筆ですね、折り返して、折り返した後は力を抜かないようにですねして書いていくといった様子になりますので、そういったところですね注意して書いていっていただきたいというふうに思います。はい、今日は以上です。